ようこそ皇室ジャパンへ。天皇陛下はジョーク好きで知られておりますが、雅子さまもユーモアに富んだお言葉をいくつも残されております。雅子さまの知性と優しさが感じられる名言を一挙に振り返りましょう。ぜひ最後までご覧ください。1988年留学前の送別会での会話。最近母から気が緩んでいるんじゃないのと注意されました。イギリスに行ってからはふんどしを締め直して頑張って勉強したいと思います。でもイギリスにはふんどしが売っていないから買っていこうと思います。お妃候補として報じられ始めた翌年の1988年、オックスフォード大学へ留学される前に同級生が開いた送別会でのご発言です。1998年、雅子さま35歳お誕生日会見より。よく夫婦喧嘩は犬も食わぬと申しますけれど、喧嘩の種は割とよく拾って食べてくれるような気がいたします。ご成婚から5年が経ち、夫婦喧嘩をした際にはどのように仲直りされているのかという質問に対し、当時飼われていた愛犬のピッピとマリのエピソードをユーモラスにご返答されました。宮内記者からも笑いが起こったということです。2023年御料牧場ご静養より。ごっつんこ。約5年ぶりに御料牧場で静養された天皇ご一家。ご散策中、あそこにちょっと桜がとおっしゃった陛下に雅子さまが顔を寄せられると、お二人の頭がぶつかるハプニングがありました。すると雅子さまがごっつんこと一言。ご一家に笑顔があふれた瞬間でした。2024年日本学士院賞受賞式より。どうぞどうぞ。7月8日日本学士院賞の受賞者と面会された両陛下。受賞者に対しお二人が同時に質問され、雅子さまが笑顔でどうぞどうぞと譲り合う場面がありました。天皇ご一家の仲良しなご様子にはこちらも嬉しくなります。雅子さまもなかなか楽しいコメントをなさっていたのですね。このようなユーモアはなかなか思いつけるものではありません。さすがご一家の皆様です。仲の良い家族、安定した幸福感がありますね。天皇は国民の象徴であり、国民の総意です。時代を問題山積みで国民から不信感を抱かれている。久しぶりに3人でもってこちら御料牧場に来ることができて、とても嬉しく思っております。おかげさまで、とても新緑も綺麗で、動物たちを眺めたり、野菜を収穫したりして充実した。正当なものを残していくことが私たちの責任です。皇后雅子さまは長いご苦労の時期を経て、今ではとても穏やかな表情が増えたように感じます。陛下は婚約の際に雅子さんのことは私がお守りしますとおっしゃったことを有言実行されてきました。素晴らしい夫婦愛です。3人の仲睦まじいお姿を拝見するたびに、
日本の国民として嬉しく誇らしい気持ちになります。どうか令和の世が長く続きますように。天皇一家を見ていると心が安らぎます。何より国民に寄り添い温かい視線で見守ってくださることが大変ありがたく思います。愛子さまはご両親の教えをしっかりと受け継ぎご立派に成長されました。優しい雰囲気やお人柄はご両親そのものです。将来の日本の象徴としてご活躍いただきたいです。ユーモアはすぐに言えるものではありませんが、皇后陛下は独身時代からご実家でもおっしゃっていたのでしょう。そこには笑顔がありますね。そこで育たれた方は優しい思いやりのある人になります。天皇ご一家を拝見するとほっとするのはとても仲が良いからですね。御料牧場でのワンシーンには拝見する方もほっこりして非常に幸せな気分になりました。僭越ながら陛下があらゆる雑音の中で万難を排して皇后陛下を生涯の伴侶とされたことがわかるような気がします。日本国の天皇家は心身ともにゆとりがあり和やかなご家庭が必要です。家族が和気あいあいとし時には意見が異なることもあるでしょう。そういう時もお互いに冷静に相手を思いやる気持ちを持つことが本当に必要だと思います。天皇家愛子さまもそんなご家庭で常に皇室のしきたりを自然に体得されそのことが動作の端々ににじみ出ています。もちろん国民に対しても常に温かい眼差しと思いやりを持って接してくださるお気持ちがしっかり伝わってきます。今の天皇家が愛子さまの代になり末永く繁栄されることを一国民として心から願っています。世界に誇る天皇家であることは間違いありません。天皇皇后両陛下を拝見すると本当に心温まる思いがします。天皇ご一家はお写真からでも敬宮様とご三方の自然体の仲の良さが伝わってきてつい微笑んでしまいます。どうか令和の御世が長く長く続きますようにと祈っています。ごっつんこの時は敬宮様のやれやれまたやってるよ的な表情がカメラの前で取り繕った姿ではなく普段からこのような仲が良くてユーモアあふれるやりとりなのだと想像できます。ユーモアというよりお優しいお人柄を感じます。ご成婚の頃から還暦を迎えられた今でも思わずこちらまで笑顔になるそんな仲睦まじいご様子にこのお二方がいてくださってよかった。もちろん敬宮様もと心から思います。いつまでもお健やかでいてくださいませ。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。そこにちょっと桜が少し。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。